いるこのおいで村でね、はい、なんと殺人事件が起こりました。もうあんな平和な村に起こっちゃったんですね。8人、8人も、うん、うわあ、これは悲しいですね。これなんかあったはずだから、はい、これなんかあったはずだから、ああ、はい、なるほど、8人死んだ理由が絶対ありますね。ちょっと教えてください。つい先日おいで村で殺人事件が起こりましたんで、ちょっとその、それに関連するちょっといろいろメールを来ております。はい、ラジオにも来てるし、アリオス、俺らだ、村の唯一の警察官山田だべ、ご無沙汰だな、この村に大事件起こっちまってよ、8人もやられちまった、数百と事件もみ消してきた俺は、でも今回ばっかしは無理だ一ついいことしててやる。やられた村人のおでこにはな、みんな違う漢字が書かれてたんだ。1、2、3、右、左、中、言う、と、うん、ほら、物知らねえからよくわかんねえけど、なんだこれ、もう犠牲者出ねえといいな。嫌な予感するな。野球に関連してるんですかね、なんかちょっとでも。なるほど。多分、なんか。なるほど。そうでしょうね、1、1、2、3、塁手。右。ライト、レフト、センター。ユーが遊ぶですか？ユーですから、ショート、ピッチャーですからね。ちょっと怖いですね。ラジオに起きてるし。ねえ、吉さん、おばんねゲス。村で新聞配達しとる吉岡と申します。今回亡くなっちまった8人だけど、気になる共通点があんだ。いや、ほんと大したことねえんですよ。くだらねえことです。みんな新聞に載ってる、ドクターコパのコラムの愛読者。そんだけ。ただ時々読んでる時、なんか目がいっちゃっててよ。みんな人変わったみてえに切り株切りまくったりしてたんだな。やっぱ気にせんで忘れてけろ。これちょっと絡んでるでしょ、コパが。絶対絡んでるでしょ。コパでしょ、絶対。そうですよ、これ。コパ怖いな。ラジオの長寿ギガジャクソン。おーい、アルヨスさん。おいで村で起きた悲惨な事件についてとうとう話すとき来たか、うん。あれは1ヶ月前、シャンパンのコルクを口で止めたら牛100頭もらえる大会が開催された時のことだ。だけども大会に参加した奴が全員失敗して、コルクが喉貫通したんだ。実はそれ、暗殺用のシャンパンで村長が用意したもんだったんだ。大会に参加したのは村長のダム建設に反対していた村でも頭の切れる奴らだった。反対するのは俺一人になっちまっただ。そして今日村長からディナーの誘いの手紙が来た。心臓が止まるほど美味しいワイン用意してくれてるらしい。心臓が止まるほら決めた。ダメだって。ダムの建設に大賛成する。そうですよ、約束する。大出村来週までに移転するでよ。これ取れるよ、どうせこいつも。あげとこう。パン、ラジオネーム破壊師職人。背景、有吉殿。私は先日おいで村で起きたとされる8人の殺人事件を調査しているおいで村調査委員会のものです。調査の結果から申しますと、8人の殺人というのは確認できませんでしたので、うん、行方不明者が8人という結論に調査を打ち切りたいと思います。うん、最後に親愛なる有吉殿へ短歌を送りたいと思います。おいで村、関わる者はコンクリを抱いて眠るは海の底。怖いな。怖いな。くれぐれも、スキムの番にはお気をつけろ。怖いよ。やばい。今のはやばい。深入りしすぎたかもしれないですけど、我々はちょっと、アンタッチャブルな領域に。ちょっと、もう怖いんであげときましょう。パン。怖いよ。ラジオネーム、おもちもちもちももち。有吉、ほら今犯人の前にいるだよ。
ほら、そのナイフ捨てるだ。ああ、振り回してきやがっただ。やばい、このままでこっちがやられちまう。シュシュ、シュシュ、ガキーン。助かった。一体誰が助けてくれただ。あの素早い動き、そして正確な攻撃、そしてあの細長い中にパワーが秘められた体型、うん、間違いないだ。やつはアメージングチンチンマン。チンチンマン。ありがとう。アメージングチンチンマン。いけ、やっちまえ。スペルマンアタック。ドビャン、ドカン、ビチャビチャ。やったー。犯人聖域まみれにしただよ。現場からは以上、スタジオにお返しします。あ、やっぱり助けてくれたか。チチマアメディングチチマ、ご存知、あげときます。有名なんだな。ラジオネームスカル組長、はい、有吉さん、なんか村で殺人事件が起こったって噂が流れたんだけどよ、うん、村長さんが言うには殺人事件なんて起きてないんだってよ。よかったよ。こんな平和な村で殺人事件なんて起こるはずねえよな。ああ、そういえば村長さんが肉まん屋さん始めてたんだよ。その肉まん、とっても美味しくてな。肉がジューシーでな。今まで食べたことないほど美味しい肉まんなんだ。怖い怖い怖い。ダメだ。もうダメです。ちょっと怪奇コーナーになってきそうですよね。なんか。なんか、なんとかのスープみたいな。ちょっといろいろでも情報錯綜してますよ。何が正しくて何が嘘か分からない。本当ですね。ちょっと怖いですよね。事件ね。よかったですね。ちょっとついに。はい。来週ね。はい。ひろゆき、おいでおいで、おいで村が。はい。ダム建設でダムに沈むことが決定しそうです。あら、なくなっちゃうんですね。沈んじゃうんですか。あら、悲しいな。報告ください。世界一安なラジオショー、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー。